で。あ、かっこいい。何これ。新しいやつ？違います。これ極めて、極めて古いやつです。はい。今月のマンスリーゲストは、ひでえこ&たかお。こんばんは。いいね、この曲。新曲って言ったら、極めて古いやつ。あんまりね、そうですね。なんか、どういう曲？これはあのカバーでスイートメモリーズ、松田聖子さんのカバーをしたんですけども、原曲はね、もうちょっと優しい感じの、うん、さ、なんか最近ひでこの曲ばっかり聴いてるからさ、はい、カバー曲がさあ、これずっとひでこので覚えちゃってるから、他の人が歌っててあれ、これ知ってるわと思って、逆パターンで、ね、逆にあ、いいね、はい、ジプシーのロマンズが飛ばしたやつです。ジプシー、改めて聞くけど、ジプシーモコモズってアルバム何枚出てるの？合計、うん、すぐ答えなさいすっごい相談してる。3枚？3枚、うん、そう、はい、うち1枚はまあ死んでるみたいなんですけど、2枚くらいじゃないただいま放送にふさわしくないこと失礼しました。2枚ですかね。あ、そう、うん、そうだね、シングルとかは出さないの、うん、あ、でも 次出すやつはなんか、まあ、シングルというか、まあ、シングルっぽい感じでやるので、うん、シングルっぽいってどういうこと、まあ、3.5 アルバムじゃなくて、そうそうアルバムじゃなくて普通に A 面 B 面でみたいな。 A 面 B 面、へえ、それいつ出る予定で、今まさしく作ってる感じ？もう、はい、取り置いてるんですけど、うん、まあ、あのその10日の10月10日の10周年に、うん、あ、OK、の、はい、に発売しようと思って今準備してます。もう秒読みじゃない、10月10日そうなんですよみんなして胃が痛い胃が痛くてもうね、あの私はもう毎日のようにその夢を見てライブの、それで今日も夢を見たんですけど、2曲までちゃんとセットリストも決めてちゃんとやってたのに、2曲目で次の曲はあの曲なのに全然高尾さんがイントロを弾いてくれなくて、あーって私が、同じ夢見るの？それを、そういう感じの夢をいつももうずっと見てます2ヶ月ぐらい頑張っていろいろパターンがあってちょっと私たちじゃあなんか支えるような感じでライブを見なくちゃいけないわけ頑張れ、そんなことはないです、好きだぞ高尾、はい、キューとか言ってるそう、同じ胃薬になるの？そう、いやいや困ったね、まあ、大丈夫です大丈夫ですそんなことないですよ。いつも結構だってライブ あちこちでやるのにね、やっぱり10周年っていうと、はい、気合が、そうなんですかね、そう思いたくないですけど、いつも通り構成がいつもよりやっぱり、まあ、長いは長いだろうけど、はい、しっかり作ってるの？そんな感じ、トークは自由でしょ、いつものように。そうですね、割と、まあ、ある程度決めてそうだね、やる感じですかね、うん、衣装替えもするの？します。その間どうしてんの？あ、メンズたちが歌ってるの？あのファーストとセカンドとツーステージなので、うん、それで変えようかなっていう感じでございます男子たちは？男子たちも、まあ、僕らは、まあ、そのままでまあ、でもゲストさんも今回はいるんで、あ、そう、はい、なんか華やかさはあると思うんですけど、はい、じゃあ一曲先に、はい、ね、やってからの方がホッとするでしょ。そうですね、ちょっと察しちゃった今。そうなんですいつものねパターンで、はい、では今日2人で一曲何をはい、古き良き昔の曲を演奏したいと思います。美空ひばりさんが歌ってたナンバー、ジャズのナンバーなんですけども、上海という曲です。お届けいたします。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。 Who's gonna kiss me? Who's gonna love me? Who's gonna hold me tightWhere's I going to shine?
楽しかった。